はい、どうもインです。というわけで今回は、月決めランコの一番長い日やっていきたいと思います。こちらのゲームですね、もともとですね、あのショートピースっていうあの映画がございまして、それにですね、あの、まあ、アキラで有名な、大友克洋さん、エヴァで有名なあの佐渡本義行さんなどで、あの短編のアニメをですね、あのまとめた作品がございまして、その5話目を、最後の話をゲームでやろうじゃないかというわけで、そういうコンセプトになっております。イラストがですね、俺の好きな小崎裕介さんということで、本当に好きなんで買ってしまいました。はい、じゃあやっていきたいと思います。そうですね、あの須田剛一さんもやってるということで、あのノーマーヒーローズのコンビでございます。コンビっつうか、まあ、まあいいや、とりあえずやっていきたいと思います。平気？ランコ。平気だけど、クソ痛い。それってさ、雨降る前の予感みたいなあれ？お？ん？って、ちげえよ。おっさんの古傷的なのと一緒にすんなって。はあ？でもマジで痛いわ。痛いならカラオケ一気に解決するって。うん。ランコちゃん、萌え萌え。キララだ。よ、キララも一緒に帰る。無理、劇急いでるから。キララ、カラオケ行く。だから、今日は無理だって。そう、あれするんだから。ごめんね。あれするって謝られてもさ。焦って転ぶんじゃねえぞ。あ、あちゃ。転んでも可愛いよね、キララは。ちょっと抱きしめたいよね。カラオケ、明日は。来週。来週は二度とやってこないかもしれないし。だから青春の思い出カラオケしよう。お前はカラオケ奉行か。悪いね、今日はお稽古の日なんだ。お稽古ってバイオリン？そう、青春謳歌できなくってごめんよ。ぐはの名前は月決めランコ。お察しの通り、全世界の月決め駐車場を牛耳っている月決め財閥のお嬢様。これまでの人生でもう何万回以上月決めシャコってあだ名で呼ばれて、少し前までは殺意を抱いていたけど、ちゃんとランコって呼んでくれる萌子が友達でいてくれて救われた。とまあ、学校での人間関係が少しどころかかなり面倒な、どこにでもいる複雑な悩みを抱えるセブンティーンってわけで、ここはもちろん私の住みか、一人暮らし。
ル上がってないな。魔法の効果が弱いんだな。こんなへんてこな場所に一人暮らしってことはよっぽどの訳ありだと思うでしょ。思うよね普通。でもね、私にとっての普通はここにこうして一人でいることなんだ。そりゃあ子供の頃はいろいろあったけど、今は寂しくも辛くもましてや痛くも痒くもない感じで、たまーに夜中に突然涙が止まらなくなることがあっても、すぐに萌子がメールくれたりしてこの時代に生まれて人とつながることにこと困ることってなかなかなくって、人が思うほどに弱くはないし、むしろ強いし、それなりに人生設計は出来上がってる。どんな人生設計かって？殺された母親の仇を討つこと、そしてその相手は父親。そう、父親を殺すこと、それが私の人生設計なの。髪バッチリやな。さてと行くか。月決め蘭子様ですね。だって聞くまでもないか。おとなしくしてくだされば危害は加えません。さあ我々にご同行ください。ああそう、なら力ずくでどうぞ。この小娘、哀れな姿にしてやろうぞ。卑劣な。お、始まる？気合入ってんな。で、鈴村健一か。ダッシュ。よし、早かった。しつこい。のん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 。攻撃はアタック。これか。罰じゃない、二段ジャンプとかはない。逃げる。あーごめんなさい、食らってる。これホバリング。おーヨッシーみたいな感じだ。ういーで、あれか、マラソンゲー。おすげえ、はじけた。エフェクト、おおおお、はい、ホバリング。おお、え、基本的にこれだけでいいのかな。ショットで迎撃できる。L で方法、 R ボタンで前方に見てる。ゲージを一つ消費する。あ、追いつかれそうになったらあれを使いなさいと。おおおお、はい。とりあえず突っ走るゲームか。あ、今じゃないと多分あんま話せなそうなんで、ちょっとストーリーはかなりいいっすね。アニメーションも、あ、やっぱキャラデがやっぱ相当いいっすね。めっちゃ好きだわ。いや、戸崎祐介さんかなり昔からスピードグラファーの時からずっと好きだから。うわー、飛んじゃダメだったかな。
エフェクト綺麗ですね。弾けてそれで、おお、怒ったらやっぱり、てかあの住んでるとこすごかったな。あ、ごめんなさい、怒ってた、うん、これはこれ大丈夫。あー、これなんか難しい動作は、あーあーあー大丈夫か。住んでるとこはこうすごいね、なんかあのコンテナが動くとこすごい好きだった。ああいうのかなり好きですね。ボスとかはいないのかな。コンボが繋がんないな、なかなかそういう感じじゃねえのか。ゲージはあーとちょっとダメか。追いつかれそうになったらとりあえず後ろから打てばいいのかな。とりあえずジャンプと攻撃とホバーと、ああもういいのか、うん、こういう感じらしいっす。あのコンテナ移動ね危ないやな、うん、あ、長い日の始まりと、ありがとうございます。ムービーが追加されました。新規 BGM 結構しっかりしてんだな。ステージセレクトとかあんだ。うん、いい風景ですね。うん、お、すぐか。よし、とりあえずあれか、お母さんが、ね、父親に、てか月決め駐車場ごすら あ、すらとかあんのか、うん、駐車場をなんか牛耳ってるって想像はできる。三角と、あ、ロックマン X みたいな壁蹴りあるんですね。うい、お、加速した。おお、なんだそれ、なんか無敵みたいなの出ましたね。ずっとしても右押してっからあれだな、あのやべやべ、怒っちゃった。あべ、ちょっとあーダメだ、曲がいいね。あとほい、手が来る。手が来る。結構なんか指が滑るな、左指の親指が。あべ、バカ野郎、あー落ちかれちゃいけねって、あ、やべ、飛んじゃった、条件反射で。あ、あー、ごめんなさい。 OK、 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 これ滑った方がいいのかな、ジャンプより。ああいうとこは、おお、乗ってるぜ。あ、何それ、ピース。あ、ごめんなさい、やたらキモい言うな。あ、ごめんなさい。おお、なんかボムみたいだね。あ、くそ、あれ、と、ちょ、取りたいのに。すらー、もっと連打でやっちゃっていいのかな。ほほー、なるほど、信用金庫極めたらすごそうだね、これ。オフィス街、これも淡々と進んでいく感じなのかな。
富士山。曲がいい。貸し金庫。このまま本当進んでっちゃう感じ。なに？なるほど。あら綺麗。コンボがもうちょっとつながりやすいといいですね。なお。うい。お。ああ。おらー、おらおらおらー。ああ、詰まっちゃった。ランコさん、かわいいっすね。おー、おらー。つながんねえな、コンボ。コンボが、あ、これスラでいけってこと？あ、スラ押せおお。でも、あーごめんなさい。あ、やべえ、おお、大丈夫なのか。金が。お、なんで？なんで出たんだ、今の。やべえ、くる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 。あーごめんなさい。あーむしろか。キモいがいいですね。おーあごめんなさい、やべ復活した。おいおいおい、できれば使いたくねえんだけどな、うん、あ上行けんのか。わっちょい、やべ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 、やっちゃったやっちゃった。え、なんでこっちから行けってこと。あーやべ、くそ、スラができねえ。やろうとはしてんだけど、攻撃なんてあと結構強いな。危なっ、だいぶやらかしたな。あいや、なかなか曲いいね、上がるね。このままもう最後までいっちゃう感じかな。アニメパートはじゃああれ最初と最後だけなのかな。うん、最近のでもアニメすげえよ。あのなんか 3D のアニメ結構増えたけど、うん、しっかりしてるよな。地下鉄、よし、よっ、よし、ランコさんいいよな。格ゲーのキャラいたら絶対使うな。わお、なんだあれ、おいおいおい、なかなかやれるじゃん。あーくそ、俺なんでそれジャンプしちゃうんだろう。あっちょい、おーすげえ。おー、特に敵はおらんのかい。俺今どこ、おー、あれだな。マジか、下手くそ。おしゃおしゃ、乗った。ほらー、なんで、なに、どこ、どれ。あー、え、あ、ゲームオーバー。ダメなんだ、食われたら。あ、そういう感じ。あー、最初からなんだ。まあそうか、さすがに最初からか。やべえ、マジか、そういう感じね。ガチ勢とかいるのかな、このゲーム。走りをちょっと見たいっすね、ガチ勢いたら。
どんなゲームにでも結構いるからな、そういう人って。ここ気持ちいいっすね。おー、でここに何もない、もっとなんかあるんちゃうんかいって。あーごめんなさい、てかゲージあったんだから使えばよかったな、さっきね。これなんなん、これマジで、これがよくわからない。あ、ちょっと、え、こちょっと、あ、これダメじゃん、こういうことか。あ、くやべ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 、やられちゃうよ、上行くぞ、危ねえ。判定が結構すごいな、なんだあれ、うわー気持ちいいぞ。いや落っこっちゃいそう。あーですよね、うわー、あぶぶぶぶ、あーすごい、危なっ、一回死んじゃいました、飲まれちゃいけないと。あ、それでもあれなんだ、2分、なるほど、何面まであるんだろう。ナウローディ、綺麗な景色だな。結構忙しいゲームっすね。なかなか、うん、いいじゃねえかよ。月決めグランホテルですか。曲がめっちゃいいんだけど、当然ながら多分サントラは出てないだろうな。これ聞けんのかな、でも BGM。 あ、なんか速度超か、わーい、あべスラからあれジャンプいけんのかな。うい、あべバカ、わー、おお、おお、いいぞ。あー、上から来たかったな。うわー。あー、しまった。板を越えてしまった。あ、バカ。これ忙しいなー。あ、すげえすげえすげえ。LA 残るぞ。あんな残んだね。なんかこういうゲームもっと増えてほしいな。あ、あれですね、ランコさんの戦闘服が本当に素晴らしいですね。今までいないタイプじゃないか、こうやってエフェクトで攻撃する感じのゲーム。よっしゃ、分かってきたぞ、大体タイミング。バカ、これいけるよ。おお、今回は割と、うい、あの2分ぐらいか、結構かかってんだな。 OK、ホテルまで来ました。
おや、ロード入ったってことは、部屋に到着しました。ご苦労様です。今回の標的は万事組組長の万事隆で。深町、その前にいいかな、なんかすげえ襲ってきたんだけど、あれ何？ええ、弁解の余地はございません。機密情報を守ることが難しい。それって言うわけでしょ。この仕事ってさ、集中力使うんだよね。無駄な神経を使わせないでよ。相手が手だれじゃなかったからいいけど。今後は一層の努力をして、蘭子様の任務のサポートに。ああごめん深町、ちょっと静かにしてもらえるかな。蘭子様、ニキータみたいです。ちょっと嬉しいかも。超綺麗。あのピンク。来た。バイバイ、たかしくん。蘭子様、すぐに撤収を。やっぱりキララだ。はい。嘘でしょ。蘭子様、お急ぎください。蘭子、大きくなったな。立派な女子になった。誰？最後の儀式だ。触んな。なんだ今の。